フースバルクラブザンクトガレン1879はスイス北東部ザンクトガレン州の州都ザンクトガレンを本拠地とするサッカークラブチーム。クラブの創設は1879年。スイス国内でも歴史のあるクラブの一つに数えられる。初タイトルは1904年のスイストップリーグ制覇。1969年にはスイスカップも制している。 2000年のトップリーグ制ハイライタイトルからは遠ざかっている。2007から08シーズンは最終順位を9位で終え、リーグ入れ替え戦へ。入れ替え戦では2部2位の AC、ベッリンソーナに2試合合合計2から5で敗れ、2008から09シーズンの2部降格が決まった。2011から12シーズンは2部において優勝し1部への復帰を決める。 翌2012から13シーズンは3位となり、UEFA ヨーロッパリーグプレイオフへの出場権を獲得した。なし1881年のザンクトガレンの選手たち、中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ケーダースクワッ FC ストリート、 ガロン FCSGCH2013 年12月18日閲覧。ありがとうございます。